突き上げるような激しい揺れ、最大で震度7を記録しました。1分40秒後、激しい揺れが首都圏に達します。照明灯にご注意ください。照明灯が落ちてくるのご注意ください。照明灯にご注意ください。頭上に何もないかをご確認ください。横浜スタジオの臨時になっています新宿の高層ビル群が揺れる様子も捉えられていました。カメラ本体の揺れを取り除くとビルが大きく揺れているのが分かります。あれ揺れてる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 長くゆったりとした揺れ、長周期地震動がビルを襲いました。高層階では5分以上も揺れ続けました。高さ13階の12階のビルにいます。非常に強い横揺れを感じています。立っていられない状態です。捕まっていないと立っていられない状態です。物も大きく揺れ落ちています。東京湾のコンビナートでは大規模な火災も発生しました。巨大津波です。地震発生から30分ほどで到達しました。来たよ。津波の猛威が各地で撮影されていました。津波は
人々の想像を超えて襲いかかりました。ヘリコプターが捉えた映像です。あらゆるものを飲み込んでいきます。津波は内陸5キロまで侵入して行きました。仙台空港も大きな被害を受けました。空港の駐車場の車両が全部滑走路の方に流れてきて、ヘリも全部流れています。ここも危ないですけど逃げようがありません。はい、もうダメだ。いやいや、ダメだわ、全部ダメ。地震発生から7時間後、ハワイに4メートルの津波が到達。Pouring over the water, you can see I'm completely stranded now. 半日後には1万7000キロ離れた南米チリに。ここでも4メートルの津波が襲っていました。南極にまで到達。広さ120平方キロメートルに及ぶ巨大な氷山を崩壊させていました。